何になさいますか？普通のミルク、シャトーロマーニュ、たっけー。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、あれやんね、このなんかお面、何のお面やった、これロマーニのお面をゲットして、そう、このロマーニのお面がここのね、ミルクバーラッテの会員証っていう扱いになるんやったよね。多分ここの営業時間が夜10時からやったと思うけん、ちょっと夜10時まで待って、一回ちょっと見てみたい。一回ちょっと見てみたい。これだけ。だって一回もちゃんとなんか営業されよるところを見たことがないけん。ね。で、まあそこを見たら、あとはもう、まあ、やっとメインに、メインの本筋のストーリーに入っていきますか。って感じやね。じゃあちょっと一回時間早めるか。あ、なんか本筋のストーリーの方でさ、このミルクもちょっと必要になってくるっぽいけん、よかった、ゲットできて。そう、なんか井戸の下でさ、イカーナの方の、井戸の下で、ギブトたちにアイテムをね、いろいろと渡さんといかんみたいなんやけど、そうだよね。それもちょっとなんかいろいろと渡さん、集めんといかんねよね。このさ、魔法の豆とかも、魔法の豆ってどこでゲットできるんやっけ？あれか。沼地か。あ、でもお金がいるんよね。100ルピーやったっけ？100じゃないな。そんなにいらんか。あ、ゴーマンさん出てきた。あ、邪魔邪魔。足は忙しいんだよ。あ、多分今からさ、あれやない？バーに行くところやろ。もうすぐ開店時間やもんね。私も行く、私も行く。開店時間前に入っていくってどうかと思うんやけど。あ、でもめちゃくちゃ遅い。とりあえずあれ、バーの1階に着くのが開店時間やったらいいってこと？普通入り口入るのがやない？なんかこの辺で調達できるようなものは何かあるんかな。いや、とりあえずさ、その井戸の下のギブドに差し出すアイテムは、いろいろと、まあ、バーっと集めてから行きたいなと思うんやけど、あ、待って、クロックタウン、ここよね。クロックタウンで、魚をゲットできる。え？魚？魚をゲットできる。多分あれよね。この、瓶に詰めれる感じよね。え、クロックタウンの洗濯場で、あ、ん？洗濯場？というのは、あれか？カフェのとこ？カフェの家の前のところかな？洗濯場っぽい感じの場所やったけど。お、開くんじゃない？よっしゃ、十字。会員の方ですね。どうぞお入りください。びっくりして追い返されるんかと思った。イエーイ、来た来た。何あれ？なんかちっちゃい丸いのが。あ、今もしかして下に着いた？まだ歩きよるね。おっそ。これステージ？ショーをやる予定だったんだが、中止になってしまってね。
ここはいいホールだって評判だったから残念だな。記念にサウンドチェックしたいんだが、ねえ君、演奏を手伝ってもらえるかな。え、何それ。いいよ。 OK、 オカリナだな。真ん中のスポットライトの下へ。あ、なんかそれぞれなんか他のお面かぶっとったら他の楽器でできるってこと。真ん中のスポットライト、これ。はい、 OK、 オカリナはこう演奏してくれ。 A と C で演奏、こう。これそれぞれでやったらなんかハモるんかな。結局一人やけん別にハモらんのかな。 OK、 いい感じだ。何がいい感じだ、わけのわかんねえヘボい演奏しやがって聞いてたまあ聞こえるよね。んでここでお面を変えればいいんか。あ、ちょっと待って、まず脱がんといかんのか。もう一回話しかけるんかな。お、はい、演奏手伝います。 OK、 ドラムだな。左上のスポットライトの下へ。左上、これか。ん、違う、合ってる。 OK、 ドラムはこう演奏してくれ。おお、全然違うね。おお、激しい。あ、やっぱちゃんとハモっていくんや。うわ、分身の術じゃあ全部やろうや。 OK、 いい感じだふふ、一個一個に文句言う。で次がこれも、なんかできたっけ。ん、できたんかな。お、デクナッツってなんだ。ラッパ、オーケー、ラッパだな。左下のスポットライトの下へ。はい、この大きいとこ。オーケー、ラッパはこう演奏してくれ。どんな感じになるんやろう。どんどん増えていくの楽しいね。で最後が魚人だな。OK、 いい感じだ。これ全部完成したらゴーマンさんも褒めてくれる？別にゴーマンさんの褒めを期待するわけではないけど、でもなんかやりとりは変わりそうよね。よし、オッケー、ギターだな。右のスポットライトの下へ。オッケー、オッケー、これで完成する。オッケー、ギターはこう演奏してくれ。お、むずい。おお、すげえ。なるほど、私のは拙なかったけど。お、これで、おお、すごいすごい、いい感じ、ブラボー、最高だ。このメロディ、何、目がキラキラしてる。もしかしてなんか新しいオカリナの曲手に入るって感じ。このメロディはわしの思い出の曲。何何何何、スタンダードナンバー、風の魚。風の魚って、あれじゃない？ミカウたちのやつじゃない？違う？先代ダルブルーの名曲だ。あそこで聴いたやつよね、なんか。ゲイの世界に身を投じたのも、
昔時のカーニバルでこの曲を聴いたから、なんか浸ってる。語り出した。芸をやってりゃいつか歌の主に出会えるんじゃねえか、そう思ってたが、そうかい。あんたが聞いたのは初代ルル、ルルの母親だろう。初代ルル？何それ、なんか歌舞伎の世界みたいに、なんかどんどん襲名していく感じ。今は娘が歌っているのか。そうかい、聞いてみてえな。ねえ、聞きに行きなよって言いたいけど、まあ声を失ってるのか、この世界線では。あんた、やじって悪かったな。欲しかねえだろうけど、もうすぐカーニバルだ。え、なになになに、なんかくれる？わしの面受け取ってくれ。わしの面？わしの面とは？さ、ねえ、怖ー。え、キモーい。目がキラキラしたバージョンのゴーマンさんなんですけど。普通でいいんじゃね、そこ。座長のお面をもらった。鬼の目にも涙のお面だ。ゴーマン座長の涙を見た。団員手帳に書き込んだ。ほう。牧場にいた頃を思い出したぜ。兄貴や弟、元気にしてるかな？あ、まあもちろん、そこと関わりがあるのはね、まあ、同じゴーマンやけん当たり前と思っとったけど、三兄弟なんね。なるほど。え、めっちゃ元気よ。なんなら襲われましたよ、私。なんか動きが激しいけど、これ泣いてんのか？泣いてるっていうことか。もういいよ。そうか、残念だな。まあ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 。え、待って待って、さっきのこれか、座長のお面。え、 C でかぶって聞き込みができる。聞き込み？キモい。泣いてる。え、めっちゃ泣いてる。怖っ。何を聞き込みするんやろ。え、ちょっとこのお面に反応してくれよ。見て、これめっちゃ涙が。涙が。何の聞き込みがあるんや。ここはここでなんかストーリーがあるのか。どうも。お客様、ルールですので、店内ではロマンのお面をおつけください。つけてる人一人もいませんけど。なんで私だけ。ここもなんかあるってことよね、お面。ここの空いてるスペースはもしかして全部なんかお面あるんかな。やとしたら、あと1、2、3、4、5、6、7、8個はお面があるってこと。びっしりあるんかな、これ。わからん。ロマーニのお面。はい。いらっしゃいませ。店主と話す。今夜はいいミルクが入ってますよ。最後の月見に、ロマーニはいかがですか？やだ、最後。一杯やる。何になさいますか？普通のミルク、シャトーロマーニ、たっけー。やめとく。決まりましたら声をかけてください。おかけください。まあでも、一杯はやらんとしても、新しいお面ゲットできたし、やったね。何かしらストーリーがあったよ。でもちょっと待って。何かストーリーがあるってことか？ちょっと待って。何かしら、ちょっとゴーマン座長もイベントがあるっぽいけど、これってさ、次に朝を迎えたら、あれか？もう3日目の朝になるんか？そういうことかな。一応なんか、ま、イベントにはこの座長のお面が必要みたいなんやけど、ただ座長のお面を持って、2日目の朝にイベントがあるっぽいんよね。これ次朝を迎えたら3日目か？ちょ、待って、よくわからない。この時間の見方がいまいちよくわかってない。
未だによく分かってない。ちょ、待って。あ、そうよ。ちょ、魚捕まえに行こう。あれやっけ。洗濯場。こっちか。ここでいいんかな。とりあえず今、空き瓶を一個持っとるけん、捕まえれるやろ。あ、ほら。ほら、魚おる。ちょっと待ってね。空き瓶。ミルクはミルクでいるけんね。あ、ちょっと待って。これ、お面外して、待って、どこでやったらいいんだ？普通にここにおって泳いでくるのを待つ感じか？来て、あ！待って。水の中に入ってしまったら、瓶を持ってくれないんだよね。ね、ちょっと、こっちに。ね、こちらに。は。捕まえた。魚を瓶に入れた。取れたてピチピチ美味しそう。やったー、ゲットしたよー。ゲットしたよー。んで？あ、一応、あれか。朝になるまでアイテムを集めるか。これで魚ゲットした。魔法の豆が欲しいんよね。魔法の豆が何個？ 5 個。魔法の豆5個なんやけど、沼地。どこだ、沼地。あ、でもお金がいる。1個10ルピー、50ルピーいるんか。じゃあちょっと外で一旦、ルピーを集めよう。さあちょっと待って、これで集まって、沼地。沼地はどこだ？飛んでいけるか？沼地ってなんだ？ちょっと待って。待って、沼地ってどこ？何？わからねえ。ちょっと待ってね。とりあえず、なんか曲あと一個だけあるな。体力。下左上。オッケー？沼地がどこかよくわからないんだけど。あ、飛べるやん、めっちゃ。はい、飛びまーす。